第1回ギリギリお前じゃあドッキリえっニキビ詰めた。はい、ということでね、今日はね一人でなぜか動画回します。最近サブチャンネル上げてないなと思ったんで、なんか適当に回そうかなと思って、今からエマイ君と山ちゃん僕ん家来るんで、なんかお前じゃーって言い続けるドッキリ、これしていきたいと思うんですけど、スイッチのモノマネします。シャハーこっからそのままはい、ではねご飯食べていきたいと思います。一周すいだやっぱね、涼しいマイナス297だこれ、めちゃくちゃ涼しいな。涼しいですね。297だ、はい、こっからのめっちゃ暑いんすか。やだれは何を言うてる。はぁ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 はあ、はあ、はあ、母三兄弟か言ってるよ。何そのスタイル、黙れ、黙っとこがいい。そうね、うん、謎々していいですか。別にいいよ。パンはパンでも食べられないパンはアンキパン。食べるでしょ。食べるか。はい、とかまあ謎々ってめっちゃ難しいじゃないですか、うん、もう考えたんですけど、答えのない謎々、これ面白いんちゃうかなと思ったんですけど、これどう。確かにな。どえ、でも難しいやん、作んの難しいっすよね。何よ、難しい。で、まあ問題出していいっすか。いいよ、いいよ。はい、その、どっちが答えます。まず俺から言っていい。エマイ君から。ね、エマイ君から、うん、その、まあ謎々なんですけど、うん、答えのない謎々、宇宙ってこれなんでできたと思いますか。あー、ビッグバン。あれその、ビッグバン。ビッグバン。そうね、答えが出ましたね。その見つけるのも大事ってことですよね。その 1+1 は2ではないぞって、うん、1+1 は5でも6でもあり、7ではないけど8でもある、そういう世界ね。どう思います。まあ、誰歯を食鍛えてる。え、優しい女性扱うかでも優しさってる。黙れ。まあ、謎だぞってめっちゃ奥深いですけど。いや、奥深い。まあ、簡単に言うと、そうね、角度いくな。キリン力ぐらい動いてた。え、キリン力の後ろの尻尾みたいな。キリン力のあれ尻尾ちゃうっすけどね。なんなん、あれブラキオザウルス。そう、真面目な話なんですけど。いや、真面目な話。そう、もうどうしたらいいかなと思って、めっちゃ最近悩んでて。悩み事。悩み事っすね。めっちゃ悩むことあって。悩み、しんどいなと思って。何を。もうどうしたらいいかなって思ってるんですけど、僕部屋全然片付けないじゃないですか。うん、ほったらかしにする癖あるから。はい、うん、どうしたら治ると思います。簡単だれ。怖っ怖っやばいやつみたいだった。グーン言うてるやん。グーン言うてたで今。なったあかんことなってるやん。いけるか。めっちゃ心配やで。熱いないですか。誰怖いんやけどこいつ。黙れ。ちょっとやめてって。それちょっと怖いですね。なんなんその黙れみたいな。めっちゃ対応するよ。何やねんそのサラサラ感。ちょっと避けてもらっていいですか。サラサラだ。触ってない。まだ熱いから。クーラー入れていい。熱い。もうちょっと下げるか。だれ。びっくりした。冷たい。何言うてんこいつは。イカれてる。そう、最近マジ悩んでるんですけど。そうなの。怖いですね。最近マジでその悩んでて。どういう、何の、だから片付けられへんやろ。いや、もうサイコパスかなと思ってて。お前が、ね、サイコパスやろ今。いや、もうめっちゃサイコパス感出てて、うん、最近サイコパス診断っていうアプリめっちゃやってて。ああ、あるんや。もう自分サイコパスかなと思ってて、うんうん、やっぱ俺の答えとみんなの答えこれちゃうかったらどうしようと思ってて。なるほどね。これちょっと教えてほしいなって、みんなの答え、うん、教えてほしいなと思ってて、うん、もう素直に答えてくださいね。ああ、もう考えることなくってことね。もうパッとサイコパスに寄せろみたいな。ああ、それはもう絶対一番最初。家庭で、うん、家族全員をやっちゃった、うん、自分で、はい、やっちゃって、うん、で
まあリビングでやっちゃって、うん、まあ逃走して自分が、はい、で警察が来て、うん、で検査して、うん、そういう犯行現場みたいな、まあよくよくその検査してたら、うん、その犯人は全員やっちゃった後1日そこに滞在してて、おお、うん、はい、うん、これなんでやと思う？お腹誰誰で言ってる、誰で誰で誰で、ダメ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 、サイコパスダメダメダメ、おいおいダメダメ、お前なんて答えた？ボルデモート、よく考えてボルデモート、ヘビコ喋ってるわこいつ、俺ポッターちゃうの分からんねん、お前どう答えたの？あ、俺っすか、うん、いや俺は普通にこう答えましたよ、ダメってね。でも怖いです。怖いですね。ご飯に、晩ご飯にしようかせえへんかとかじゃない？晩ご飯？俺は晩ご飯にしたいと思った。ちょっと晩ご飯にしたい。うん。なんで？え、そう。え、だから俺は、その答えが、晩ご飯にしたい。誰？分かってんねん。でも怖い。サイコパスかどうかは自分で決めるもんなんで、心理テストなんて意味ないです。そうね、最初自分で決める、自分の夢も間違わないよ。山ちゃんとかさ、うん、ちょっとサイコパス感すごいな。いや、まあ、それは正直マジと思ってる。マジですか？あるで、そういう才能っていうか素質、素質、うん、山ちゃんやったらそのガードマンの問題に何て答える？普通に自分ちやからちゃうんすか？そのさ、うんうん、これちょっと心霊系のちょっと怖い感じでなっちゃうんやけど、うん、昨日の食べ物を思い出して、昨日食べた食卓、昨日の晩ご飯を思い出して、うん、思い出した、思い出した、もう思い出して、あ、思い出した、今思い出した途中で、うん、食卓だけを思い出したか、うん、自分の姿を見たか、見た、自分の姿見た、見た、それってお化けの目線らしいっすよ、ついてるらしいっすよ。何やねんそれ、怖いな、めっちゃ後ろから見たわ、後ろから見ました、後ろからその自分の背景、自分に取り付いたお化けの目線らしいです。何マジ言ってる？マジっす、これ怖っ、鳥肌すごいです、ほら待ってな、おろって鳥肌エグいかも、おろエグいっす、ほら鳥肌エグい、だぁマジな、ほらこれガチっす、調べても出てきます。俺普通に上からやった、お前ちょっと斜め上やった、同じ目線やけ、ちょっえ、じゃあ自分映ってた、自分かどうかも人はおったみたい、どういうこと、何言うの、食べ物と人みたいな、ビリビリやか、自分じゃない人が食ってんの見てるんですよ、完璧にビリビリがでしょ、自分じゃない人が食ってんの見てるんですよ、でダメダメこれダメ、これガチで怖い、結構上から見てたから怖いね、でもめっちゃ背高が大きいですね、多分チェホンマでしょ、チェホンマ、怖い怖いな、自分が一番怖いな、下でやられたことないほっぺブーーーってなる、あるナイス、おっしゃーって言いながらめちゃくちゃ怖い。でも他にもう一個なんですよ、うん、自分ちゃうじゃないですか、全員ダメ、びっくりしたわ、何やねんそれ、自分ちゃうじゃないですか、うん、お前かけてくださいね、一、うん、回全部の窓開けてください、自分ちゃう、あ、全部の窓開けた、で一回家出てエジプトまで行ってください無理やろ、無理すぎるやん、飛行機も想像してもらって、想像でいい、そうで、空港っすよ、関西空港行って、うん、で乗って、飛行機乗って、現地着きました、着きました、着いた、はい、周りに協力してる、協力した、もうエジプトっすよね、エジプト、エジプト着いたっすか、うん、で、エジプトまで想像できたら、うん、次、あの、自分ち戻ってください、戻った、はい、一回、全部の窓閉めてください、閉めた、閉めたっすか、うん、それで、もう一回想像できるじゃないですか、うん、いや、ペンギンニャーに行ってください、ペンギンニャーに行く、ペンギンニャーに行ってください、行ったよ、はい、うん、で、家帰ってください、うん、帰りました、帰ってきた、ペンギンニャー、あったっすか、うん、あったあったあった、そこまでで、うん、誰かとすれ違いました、5万人ぐら
エジプトでエグい人見てるから俺。あ飛行機の中も関空の中とかもエグい人見てるから何万人で、それすれ違った人間の数、うん、取り付いてるお化けって終わりやろ